ースチョースチョースマランチョス、今日もこんにちは、水野マナです。イエーイ、今日は水野相談事務所やらせていただいてます。今日はね、ちょっと女の子って感じで、あ、ちょっとあタグついてた今日はちょっと女の子って感じで、なんか白のワンピース、女の子の象徴って感じの服を着てみました。イエーイ。ということで今日はインスタで募集した女子が男子には言えない本音トーク、アメトーク。ということでですね、私のチャンネル実はですね9割が男性ということで、男性の皆様お待たせしました。勉強になる動画撮ってます。これは私が女性から集めた男性へのね、本当は思ってるけど言えない本音っていうのをインスタのストーリーで募集したので、今回はそれを女子代表として私水野マナが伝えていこうと思います。まあ女子は女子と言ってもさ、全員が全員同じ意見じゃないと思うから、申し訳ないところとかもあったり、私個人の意見になってしまうんですけど、ぜひ勉強にしてくれたらいいなと思います。よろしくお願いします。うざいね上から目線になって聞こえてしまったら申し訳ございませんっていう感じなんですけど、気をつけていきたいと思います。それではやっていくよ。お花チロチロンということで早速ね、発表していくんですけど、本当に男性が多いんですよ私。なので間違えてね、男性が結構女子に対しての文句めっちゃ来てたので、なんか勝手にすいませんでしたって思ってることもあったんですけど、今回は女性からの意見を伝えていこうと思います。めっちゃ来てた、下ネタ多すぎだって。でも確かにそれは思う。たまに話すとなんか下系言われて私が下ネタってちょっと楽しいとか思っちゃったまあ女子が全員下ネタが得意というわけではないので、これは本当に気をつけた方がいいと思う。特に好きな子の前で下ネタ話すのは、もし好きな子が下ネタ苦手だったら一瞬で嫌われてしまいます。気をつけてください。私は大丈夫です。男子の萌え袖死にそうですこれ本当にわかる。なんかさ、ちょっとね男らしい人とかが萌え袖とかにしちゃってる瞬間見た瞬間ほっさほっさほっさまくたはずえ、マジでキュンキュンキュンってします。あ、そっちなんだ。え、これそっちやばいのかな。なんかほら女チックに見えてちょっと嫌なのかな。うん、かなと思って。私好きですよ。え、お兄ちゃんとかめっちゃやんない。やってるめっちゃやるよね。やってる。で待って、私がお兄ちゃん好きみたいになるからやめてもらおうかなあ、これ多かった。香水臭いやつ嫌い。そう、結構これは女の子が多かったんですけど、なんか柔軟剤の匂いとかがするのはすっごい好きなんだけど、香水がきついと結構ダメらしいです、女の子って。 だってさ、男の子も女の子にさ、わこの子香水きついなって電車の中で思ったりしませんか。私もね、柔軟剤が好きですね。柔軟剤の香りがふわっと香るぐらいが好きです。でもなんかほんとごめんね、なんかそういうつもり言ってんじゃないからね。カッコつけて行事サボるとか女子からしたら一番カッコ悪いよらしいです。体育祭とかダンスとかあるじゃないですか。そういうのをなんかだるだるがあって、会いたいんだ今すぐその角か扉閉めて開けて全然踊んない人とかいるじゃないですか。私そういう人よりなんかもうえっつらえっつらえいえいおんとの脇にも全力で踊ってる男性の方が私は好きです。え、これめっちゃ多かったんだけど短パン履いてすね毛見せられるの嫌だ。もうさ、これはさ仕方ないよね。チラッと見えるすね毛が嫌ですみたいなのが結構あって、これはあれだね、彼女とかの立場で昨日処理した方がいいんじゃないとか伝えられた分には、男性もあ、じゃあ脱毛っていうのも最近流行ってるしやってみようかなっていうのはあるかもしれないんですけど、そんな気にしないです。身長でかいじゃなくて身長高いって言って、これ結構傷つく。なんかでかいって可愛くないよね、言葉が。スタイルいいねとかさ、身長高いねって言われる方が女性は嬉しいな。女の子は繊細なので気をつけましょう申し訳ない話、息が臭いとか
体育のあと臭すぎるとか匂い系の意見が多かったんですけど、どうしたらいいんだろうこれは。制汗剤を買ったり消臭剤、足とかもつけるとか、そういう気をつけることもできると思うんですけど、私これね、女性からの今回意見を見てて思ったのが、女性は男性に一番求めてるものは清潔感なんじゃないかなって思いました。身だしなみ整えたらもうみんなイケメン、イケメン増量中。巨乳が好きっていう人ガチ無理。はい、これ私も言いたいことがあります。言わせてください。もうね、これは私も大賛成大賛成、ルパン賛成。胸ってどうしようもないの本当に。私だって豆乳をね、もう1年以上ずっと毎日飲み続けてても全然サイズだって変わんないし、本当に努力しても変わんないものなので、私一番みんなに伝えたいことがあるんですけど、女性がいるところとか女性が見てるところで巨乳が好きっていうのは絶対にやめた方がいいと思う。なんか自分の可能性を捨ててますっていうのは、女性からしたらもしその人のことが気になったとしても、巨乳が好きって言われることによって自分が胸が大きくてもその人と付き合った場合に、あ、私胸が大きいから付き合えたのかな、結局体目当てなのかなって思うし、貧乳は貧乳で、じゃあ私可能性ないじゃん、胸が好きなんでしょ、もう諦めようってなっちゃう人もいるんです。プラスになることがないって。確かに。男性がいるところだけで君が好きなんだよね俺っていうのはもう全然もう死ぬほど言ってください。そう、女の子からしたらね、気にしてる人が多いと思うからやめてください。可愛いは最上級の褒め言葉、これは間違いないです。可愛いは沼、もし気になる人に可愛いって言われたらもう俺のものって思って大丈夫です。だってもうかっこいいだったらかっこよくないことをするとうわーってなるけど、可愛いはもうどんなにだらしないことをしても可愛いってもう嫌いになることがないの。可愛いって言われた人ハッピーバースデー。なんで生まれてんの。毛一本も生えてないわけないじゃん、頭タンポポか。すごい怒ってる方いらっしゃいました。なんか女性にさ、脇毛が生えてないと思ってる方いらっしゃいますよね。女性も人間です、みんな毛が生えてます。毎日頑張ってるので、彼女がいる方とかは褒めてあげてください。女の子は褒めて伸びます。え、これめっちゃさっき言ったのあったよ。顔がいいよりも清潔感の方が大事。顔が良くても清潔感がないと残念だし、微妙でも清潔感があると好感。ほら、マジでそうだ。なんか本当に清潔感命だなって思う。女性も男性もそうなんですけど、清潔感あるかな、大丈夫。大丈夫かな。自分が一番清潔感ないかもしれん。みんなで高めよう清潔感。もう男の子やな。できた。照れてないね、もっと可愛いって言ってくれ。じゃあアンケート、可愛いねって言われたい人。はーい、言われたいは言われたい。あんまり言われるとそう落としいの。マノめっちゃ言われたい。もう毎日150回言われたい。すごい。かわいいかわいいかわいい。女の子ほんとかわいいって言われるとかわいくなるんですよ。確かに。女性ホルモン分泌しちゃって。かわいいね、かわいいねって好きな人に言ったらもうその子どんどんかわいくなっちゃいます。橋本環奈さん超えます。顔のランク決めやめてほしい。ほんとそう。私ね、高校生の時持久走があったんですよ。で、時給走の時ってさ、大体みんながブサイクになるわけじゃん。で、私は一生懸命一人で走ってたわけ。そしたら3人ぐらいの男子に追い抜かれたので、その3人組の人が私のことを振り返って銃の毛って言ってきたの。もう腹が立っちゃってみたいな。ほんと最悪じゃない、うざくない、もううざすぎて、あれほんとに一生忘れませんよ。最近マッシュの方が多いですが、前髪をブンブン振り回して直すのやめてほしい。で、なんでなんでやめなきゃいけないの。なんでやめないでくださいってやるのも大好物。それで私ご飯5合はいけます。本当に一生これやっててほしいです。本当にそれぐらい私好きなので、ちょっとやめてほしいとか言わないでくださいよ。減っちゃうじゃないですか。遊びとかご飯誘われても好きな人じゃないと行きたくない、かっこ傷つけないように断ってるの気づいて。すごい。まずご飯に誘われてついてってくれない女の子は脈なしって考えた方がいいってことなのかな。確かにそうだね、ご飯ぐらい行ってみようってなるもんね。そう、気になってた。ちょっとあれ、まだまだ好きな人以外ボディタッチは嫌だ。はい、よく言ってくれました。大丈夫とか言ってさ、なんかこういう人とか、なんかたまにさ腕回してくる人いるの。本当にやめてほしい。怖い、本当に
私さ、特にさ、男性に触られるのがさ、苦手じゃん。まあそういう人もいるんですよ。本当に急に触られるとビクってなっちゃう、怖い怖いってなっちゃうから、ボディタッチは本当に気をつけた方がいいかもね。ごめんなさい。最近って女子から告白待ってる男子多くない？でも確かに最近草食男子が多いなっていうのは思いますね。それはそれでいいよね。うん。一瞬で冷められたり急に冷められたりするのが辛すぎて分からなくなってしまいます。なんで男性って急に冷めたりするんだろうね。一瞬じゃない男性っていうかさ、秋っぽい人なんじゃない。ほんと一瞬でパッて冷められると女性もなんかしましたかってなっちゃうから気をつけよう。一瞬で冷めてもすぐ態度に出さない、ちょっとずつ距離置いてこう。傷ついちゃうから。なんで行きたい場所言ってくれないの、気になります。確かに男性はデートどこ行くって聞いてもどこでもいい、これ何食べたい、何でもいいっていう人が多いと思うけど、女子はみんな自分のやりたいこと、したいこと、食べたいもの言ってほしいんだよ。その人がしたいことを女子だってしたいし、その人が食べたいものを一緒に食べたいって思うから、何でもいいよ何でもいいよって言われるとなんかつまんないのかな、興味ないのかな私とのデートって思っちゃうから、自分の行きたい場所、食べたいものぜひ言ってください、共有しましょう。じゃんけんであんなに声出るんかってくらい出すやん。マジでそう、なんか一個一個の勝負全力すぎてびっくりしちゃう。女子からすると廊下とかでさ、最初グーじゃんけんパーうわーとかやるじゃん。まあ人生楽しそうなので私はいいと思いますけど。お願いだから給食の時こっち見ないでほしい。私もそうだったの。なんか中学生の時の甘酸っぱい話させていただくと、私中学生の時に目の前の席がね好きな人だったので、給食食べる時ってさ向かい側合わせになるじゃん。で目の前が好きな人だったの、食べてるとこ見られたくなさすぎて、私好きな人が前だった時だけ給食何にも食べなかった。やだやばくない？なんか食べてるとこって見られたくなかったみたい。今は全然ガブガブいけちゃうんだけどね。急に何カップか聞いてくるの、本音を言うと鬱陶しいです。聞いてくる人なんていますかね。でも聞いてくることはないけど予想されることはある。お前さ、いや C はないっしょとか言われんの、うるせえよ。好きなのか思わせぶりなのかはっきりさせてほしい。思わせぶりやめてほしいっていうのはすごく多かったですね。でも思わせぶりってどういうのなんだろう。連絡取ったりとか、あ、毎日 LINE を続けてくる人とかが思わせぶりなのかな。そう、あー、どうやると思っちゃう。確かに私誰とも LINE してないから分かんないんだけど、好きじゃないんだったらパッと切った方がいいなと思いますね。男性に対してもそうですよ、女性の皆さん。お互いに友達っていう関係だったら全然 LINE してもいいけど、でもほら片方が好意持っちゃってたら気づかない場合あるじゃん。難しいね、そう恋愛って。そうなのね、まだ無知だった。でも好きじゃないなら好きっぽい行動はしないでください。私絶対しないもん。そうだよね、本当に冷たいよ。私本当怖いぐらい。だからね、 LINE とか本当続かない。なんで続くのかが分かんない。え、何の話してんのってみんな。え、だって何の話することある、毎日毎日。腕まくりめちゃくちゃかっこいい、かっこいい。男の人のさ血管好きな女子ってめちゃくちゃ多くない？でも私でも好きなんだよね。何でも好きやん。ドロ、何でも好きです。ということで次を最後にしたいと思います。最後はマナンチュスが思ってることお願いします。はい、言わせていただきます。みんなマッシュみなーれ。怖いわ。マッシュ大好きです。ということで女子の本音に答えていったんですけど、皆さんどうでしたでしょうか。ちょっとムカつくって思うこともあったかもしれないんですけど、本当に申し訳ございません、ごめんなさい。でも気をつければね、もっと女性から素敵な男性に見られると思うので、一緒にモテ女子、モテ男子目指していきましょう。ということでこの動画が参考になったよ。マラちゃんいい女だね。マラちゃんと結婚したよ。っていう方がいらっしゃいましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。バイバイ。